しまいはマサ監督、気づいてしまう。鹿島が今季ホーム無敗の名古屋の牙城を崩しきれず、1対0で敗れた。前半37分、右サイドからのクロスをミッドフィルダーの神にゴール前で合わされて先制点を許した。後半はフォワード記念ら攻撃的な選手を投入したが、1点が遠かった。岩政監督は1点入るか入らないかが勝敗を分けた。交代選手も流れを変えてくれたが、なかなか切り崩せなかったと振り返った。3位名古屋との直接対決ということもあり、指揮官自ら6ポイントマッチと意気込んで臨んだ一戦を落とし、優勝争いからは交代。首位とは勝ち点11差に広がった。岩政監督はお互いの良いところが出た、良い試合だったとしながらも勝ち点を持って帰れないので非常に悔しいと肩を落とした。岩政監督1点入るか入らないかが勝敗を分けた。興奮やめー。そりゃそうだ、そこに気がつくとは。昨日のポヤトスより弱いなポヤトス、今日は審判のことを聞かないでください。インタビュアー、審判以外で今日のゲーム内容どうでしたか？ポヤトスでも今日の内容で審判のことを聞かないのはおかしいと思います。ラブショーは負けるとポエムのスイッチ入っちゃう。アイマサルは負けてこそ面白いから、もっと負けるべきなんか小泉代表も監督変えなそうだし、岩政を見るんだったら社長の言い訳とセットで見た方が面白い。でも素人目線では気持ちわかるわ。相手が決定機外してこっちが決めてれば勝ってたなって言いたくなる。負けても大事なことに気がつくあたり名勝だ。